いやマジさ、あの、隣のさ、やつがあの洗濯機にさ、なんか被かせててさ、あの、今日も雨で今帰ってきたんですけど、もうね、あの、めっちゃ濡れるんですよ。もう言おうと思って、仲介業者に。ピタッとハウスに言おうと思って。いや、で、僕だけじゃなくて、嫁も、あの、それも言ってて、ずっと、まあ、まあ、半年ぐらい経ったんですけど、 今もさ、いや、てめえの、てめえの洗濯機は濡れねえかもしんないけど、こっちのバッグと服が濡れんの。マジで。ふざけんなよ、マジで。超濡れたわ、ほんと。なんでさ、雨降ってねえのにてめえがカバーかけてるから、 こっちの服とバッグが濡れなきゃいけねえんだよ、マジ。ふざけんなよ、マジで。なめてんのかな、マジで。まあいいや、直接、直接言いたいとこだけど、もう仲介業者に言うしかないわ、マジで。ほんとさ、もう自分のことしか考えてないんだよね、だから。マジで。そんなんさ、あの、 あの、ちょっとかん、ちょっと考えればわかることじゃないですか。そんなのさ、ちょっと考えればわかることなのに、あんなさ、あの、いや、あのね、その、100万ぐらいする洗濯機だったら、いや、それはわかるよ。うん、100万ぐらいする洗濯機だったら、カバー被して、あの、綺麗にね、 わ、うん、かるけどあんなさいくらお前ふざけんなよそんな1万ぐらいの安い洗濯機濡れないようにカバーかけといてこっちは通るたんびに雨降ってねえのにさバッグと服が汚れててめえの1万もしねえ安い売っても二足三本の洗濯機のさなめてんのかなマジで。 おめえがカバー被してるからそこに水が溜まってこっちが濡れんだよ、マジで。ふざけんなよ、マジで。っていうのを、仲介業者に言おう。いや、もうこれずっとだから。で、ずっとで、あのさ、そんなんわかるでしょ、だって。そんなのちょっと考えばわかる話でしょ。 で、その洗濯機もさ、なんかわざとさ、なんか、通りにくいように前にやってんのね。お前さ、どんだけ自分のこと考えてんだよってマジで。っていう我慢の限界で、もう、いや言わなきゃダメでしょ。 うーんっと。仲介業者に行ってもらおう。マジで。めっちゃ濡れたんだけど。なんでさ、じゃあ雨降ってるときは、あのー、別にもう濡れてるからしょうがないじゃん。いや、あのー、 枯れてて、あの、お前が、そのカバーをかけてて、そこに水溜まってんの。それさ、あの、カバーかけてんならさ、あのー、そのたびさ、あの、取ればいいんだよね。その、それぐらいするんなら。うん。人に迷惑かけといてさ、 あの、濡れんの。うん。こっちの服が汚れんの。おめえの安い洗濯機をカバーする。そんなさ、100万とかしないでしょだって、その洗濯機なんて。お前さ、そんなんだったらさ、洗濯機さ、部屋の中にある場所に引っ越せよ。 マジでどうしようもねえな。自分のことばっかり考えてるやつが。どうしようもないわ、マジで。っていう限界がね。半年、半年たって。てかね、まずね、あの、洗濯機がもうね、なんかね、もう、通りに、 通りが狭いんですけど、もうね、そこギリギリに置いてあんのよ。通れないの。はっきり言って。うん。はっきり言って通れないの。それもそうだし、で、その、カバーをかけて、濡れるっていうね。雨降ってない日にね。ほんと迷惑だわ。 ヘズマ竜でしょ <laughs> ほんとヘズマ竜だわ、だどうしようもないわち。ちゃんと言わなきゃダメだ、マジで。マジで。いい加減にしろよ、ほんと。腹立つわ、マジで。しかも、わざとやってるでしょ ほんと。んなさ、あのん、んなさ、バカでもわかんだから、わかんないはずないでしょ、だってどう考えても。せんまいっくわざとやって、濡れるようにカバー被せて。こんなさ、通ったら濡れるのぐらいさ、あの、あの、幼稚園児でもわかるでしょ、そんな。 そんな、誰にでもわかるようなことをやってるってことは、わざとやってんだよ。ふざけんなよ、マジで。まあいいや。とりあえず、まあね、これ直接言うとあれだから、もうん、あの、仲介、仲介業者に強く、強く言うわ。うん 強く言ってそれであのー、えー、ずっと変わんなかったら徹底的に潰すからマジで徹底的に潰すわ本当にマジふざけてるわ本当ねあねんあのー アホとかそういう話じゃないんだよね。わざとやってんな。ほんとどうしようもないわ。マジで。マジクソだな、あの。完全に嫌がらせでしょ、どう考えても。あんな。 ちゃんと記録残しとこううんとマジ肌立ってめっちゃ濡れたもん今バックと最悪でしょマジあのねそのー なんだろうな、その、大事な安い洗濯機を大事に使うのはわかるんですよ。そう。あのね、他の人にね、迷惑かけてまでね、あの、それをあえてやってる。ほんとね、もう、あの、その、自分のことばっかしか考えてない、ほんとね、 最低のね、ゴミくず野郎だと思いますね、本当に。そういう自分のこと、あの、だから自分だけ良ければいいみたいな。マジで。本当に。たびたびね。 とりあえず言うわ。